こんにちは。こんにちは。LINE だけ引こうかな。カープさん、流れ星ありがとうございます。こんにちは。よいしょ。してみましょうか。アイラインだけ。スカイさん、キュンキュン、マチャコさん、ビギナー、ありがとうございます。さん、キュンキュン、ありがとうございます。ランタンお疲れ様でした。ありがとうございます。わがらボーイさん、キュンキュン。たまみちゃん、お鍋ありがとうございます。授業中頑張ってください。授業ファイトファイティンファイティンファイティン。タコ来てた。翔平さん、タコありがとうございます。わがらボーイさん、キュンありがとうございます。ぼさこ、髪の毛ぼさこ、お腹すいたのでご飯を食べたいと思っています。たまみちゃん、ペンライトありがとうございます。炭酸きれい。よいしょ。ということで CC レモンを飲みたいと思います。時間前は知らなかったね。ソヨスイレモン、暗いのも似合う。ありがとうございます。ただいさん、おセンスありがとうございます。昨日よりも暗く見えるかな。どうだろう。ちょっとなんか背景とかによって変わる気がする。お魚さん、みかん。あ、都内雪降ってきた。あ、今日雪ですもんね。雪予報ですよね。おいしい。アリちゃん、かわいい、ありがとうございます。最近昼配信多め多めです。でも、もうお休みの方いないかな。明日からだよとかいう方も昨日多かったけど。ただしさん、おセンスありがとうございます。 MK さん、ハッピーニューイヤー。なんか背景青いとさ、ちょっと青っぽく見えるのかな。ちょっと違うかね。寒いですね。本当に寒いと思う。朝起きたら敷き靴下脱げてて、えってなった。年末年始仕事だった。今日から授業始まった。ファイティン。お腹すいた。ご飯熱っ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 。え、今日雪積もんの。やばね。青系に見えますよね。でも本当赤系なんですよ。どちらかといえば。たまみちゃん、くまま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 、キューピッドくまちゃん、I love you、 ありがとうございます。雪降るんだね。いただきます。お米、くんけんさん、あけおめ。
ありがとうございます。あ、青系に見える。でも昨日はさ、青系に見えなかったですよね。背景。たまみちゃん結婚して。積もるってどれぐらい積もるんだろう。日本人は米、そうですよ。日本人なのでお米を食べています。アントニオさん、ペンライト、たまみちゃん、ラブレター、ありがとうございます。雪降ってんの？見えない。私さ、今日水曜日だと思っててさ、明日雪降ると思ってた。木曜日だったけど、Hug my somebody. Master.久しぶりに来れてありがとうございます。来てくださって。雪降ってんのかな。分かんなかった。分かんなかったです。そんな見えるほどじゃない。ザーザー降りではないんだかな。ブリーチしてないですよ。一回もしたことないです。傷んでしまう、ブリーチしたらね。え、うん、細かいのがね。たまみちゃん流れ星、都市坊さん、キュンキュン、ありがとうございます。お米を食べてます。脂肪さん、キューキュンキュン、ありがとうございます。もぐもぐタイム。炭酸だったらジンジャーエール好きです。ジンジャーエールとレモネード系が好きです。レモン、うん、スカッシュ。CC レモンはレモンスカッシュですか。レオちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。うん、お仕事頑張ってください。お脂肪さん、キュンキュン、ありがとうございます。今ブランチです。ブランチはパン、甘いパンプディング、お客様が見えました。うん、ライブ後炭酸飲みたいですね。でも基本ポカリ飲んでることが多いです。今起きました。おはようございます。いや、切って言った、ごめんなさい。初夢見てないです。何も見てない、年明けてから。多分
米を食べてます。日本人なのでお米ぐっすり寝れてるってことなのかな。夢見てないってことは。ナスさん、ビギナー、ありがとうございます。そう、サイン会が12時まで受付中、あと30分受付中なのでぜひ申し込んでください。横ありの、横ありのです。横ありの DVD。 たまみちゃん、みかん、ありがとうございますもし込んだよ、ありがとうございます。お話し会みたいな感じなのでお話しできます。ぜひ1枚でもね、 DVD はゲットしてほしいなっていう気持ちです。去年の今頃武道館のレッスン中で大変だった。あー、でも武道館って言ってもステージ1個しかなかったと思うから、ステージが2個とか3個の方が圧倒的に大変だったから、大変じゃなかったのかもしれないですね。で、特定映像入ってるんだ。メイキングとかじゃなくて、いつも何でしたっけ。ただしさん、おセンスありがとうございます。二十歳のイベントを申し込みました、ありがとうございます。このフェスは大変だったね。昼夜違うセトリなんて今まで一回もなかったから、あのアンコールの一曲が違うとかはあったけど、全く違うってことなかったから、ただしさん欲しい、センスありがとうございます。平綿さん、キュンキュン メイキングとかダイジェスト映像、そうだよね、いつも。ヘブンさん、みかん、平和さん、おセンスありがとうございます。もぐしょこ、もうすぐ食べ終わります。お腹空いてたから。まさきさん、ビギナー、ありがとうございます。こんばんは、こんにちは。読みらん、雪降ってきた、わー寒そう。サイン会申し込んではありがとうございます。お昼までです。ほっしーさん、ほち、平綿さん、キュンキュン、みかん、
ありがとうございます。前髪長くないですか？前髪は巻いたらちょうどよくなります。雪降ってるらしいです、関東。なんか今年雪多い気がする。うん、144周年もフェスも円盤で出るのかな。出そう、出そうな気がする。食べ終わった、ごちそうさまでした。MK サミカン流れ星ありがとうございます。巻くときはカラーも使う、巻くときはストレートしか使わないです。デザートないないです。うん、ルリちゃん久しぶりに来れたよ、ありがとうございます。忙しかったのかな、ありがとうございます。え、漫画はあると思ってます。4周年もイコノフェスも。ただしさんおセンスありがとうございます。アイスはもうない、残念ながら。ニキビができてきた、お正月ニキビ。うん、巻く、自分で巻く時もあれば巻いていただく時もあります。その時によってですね。ヒロくん、キュンキュン、ありがとうございます。タネネネさん、ビーナー、ありがとうございます。アリちゃん、流れ星。あ、危ない、携帯落ちちゃうとこだった。ヘブンさん、んぷー、ニアマルさん、初見、こんばんは、ありがとうございます。旅行あり発売日が誕生日3月16、ハピバだ。あとでも2ヶ月ぐらいか。初詣行きたいのに雪は寒い。まあでもなんか雨よりいいかなって思う、雪ってあんまりびちゃびちゃにならないから雨より好きかな。積もられると別だけどね。ジオタさん、キュンキュン、ありがとうございます。雪日めっちゃ目立つねこれ、悲しい、悲しみの雨降り注いじゃう。うん、ミニアン誕生日の次の日集まる。どこが行ってたとこ、赤鳥神社ですか、嬉しい。雪は傘差す派、多少なら差さないかな。ヘイブンさん、ペンライトありがとうございます。今見てきた、恥ずかしい、ありがとうございます。ファンクラブのおみくじ4回しか引いてないのに、しょこちゃんどっちもレート。おお、2種類入ってるんですよね、各メンバー。しょこ愛ってことですね。コメント呼べる限り全部読んでこう今日。悲しみの雨はいつの話だっけね。悲しみの雨降り注いじゃう。たしこいのちさん、キュンキュン、ありがとうございます。ヘブンさん、花束ありがとうございます。なんか昼間はねコメントがね、みんななんかしながらだからね、コメント全部読める気がしちゃう。どう思いますか。だから
まあ、全部は読めないけど読めるだけ読んでいく。おみくじ6回中4回しょこちゃん、まあしょこ愛ですね。それはもう3分の2で私入ってるんですね、きっと。ケンジさん、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは。髪の毛あれ落ちちゃった。布団入りながら見てる？だってさっき起きたんだもんね。あ、サイン会申し込んできた、ありがとうございます。まこさん、ぜひ、もう12時までなので受付、よかったら申し込んでください。ラスパンダさん、トントイありがとうございます。ケンケンパさん、こんにちは。こんにちは、みんなこんにちは。金麦さん、こんにちは。あゆみさん、こんにちは。ウケさん、ショコ出ない？ショコは足りないので、未だに愛想占い 80% なりません。70ぐらいまでは行きましたか。学校の課題しながら見てる、頑張ってください。絶対集中できないと思う、私だったら。な、今のところかぶりなし。おお、これはさ、いずれか絶対全部さ揃うのかな。成人式のブルーレイ申し込んだ、ありがとうございます。よしこいのちさん、ミクスショコちゃん出てくれないんですよ。ショコ愛が足りないですね。愛が足りないっていうスタンプありますよね。授業内容むずくて2つ両立してみることで できないっていうか、むずくなくてもできないね。一段と美人ありがとうございます。よりがかぶった。あ、今日ブブが取りに行ってくる、ありがとうございます。いっぱいインタビュー書いてあるので、ぜひ楽しみましょう。こ来た、もう何書いたか覚えてないんだけど。ヒルソン始まった。ノイミーちゃんヒルソンか、すごい。 100% は強いな。つむじ切る、つむじはさ、どっかどこにあるか分かんないんだけど。これは分け目ね。ここは分け目です。アリスちゃん、バラありがとうございます。あせあせ、間に合った、ありがとうございます。サッタン、こんにちは。ヤミさん、こんにちは。教えないさん、こんにちは。あ、ちょっと雪の中走ってきます。いってらっしゃい。雪どれだけ降ってる地域なんだろう。チョコの相性のやつ難しいですか。難しいのかな。髪の毛ついた、 あった。成人式予定入って応募で、あらあらあら。サイン会申し込みました、ありがとうございます。リクさん、成人式楽しみです。私、雪で転ばないように。それなんかさ、雪が降ったちょっと積もった後ってさ、ツルツルしてるじゃないですか。これは転びそうになる。冷蔵庫並みの寒さの中出かけてきます。いってらっしゃい。寒そう、今ここでも寒いのに。ナンタンとミリニャは 80% 超えたんだけど、すごいな。渚は超えた、ミリニャは超えなかった。渚と自分しか超えなかったです。うん、楽しみましょうか。タツさん、3日とも先回申し込んだ、ありがとうございます。お盆さん、今回はショールームじゃなくてお話し会なので、サイン会、お話し会と同じでお話しできるので待ってます。待ってます。ちょっとさ、敷き靴下履く、寒すぎる、寒すぎる、寒すぎる。じゃっじゃっじゃん、こんにちは。甘いトマトさん、甘いトマト好きですよ私。敷き靴下、キピ。どれぐらいお話できん、どれぐらいですか、1枚、 1DVD でどれぐらいだろう。でも結構お話できてると思ってる私は。ただこう書いてる時間があるので、ちょっとこう逃避って感じの時間もありますね。温かい飲み物飲んで、そうだね、飲み物あるのに。その時は毎回本名を言ってる気がする。わかるよね。
もうお手紙とかでさ本名いただくいたりするともう分かるよね。みんなさ成人式イベント行けないじゃんね。いつも平日だよね多分。20秒ぐらい20秒ぐらいですじゃあ覚えてない私自身がもうだいぶ前だもんね。サイン会当選しますように。当選しますよきっと。もうあと20分で締め切りです。みんな20秒ぐらいって言ってる。そうですね、ニックネーム短い方が話す時間長くなると思います。前回は24ガールズ。そうだね、そうです、24ガールズの時です。今回は本名でサイン会参加する予定。待ってます、待ってます。髪切れ黒髪が一番似合う。ありがとうございます。静電気がすごい。ヘイブンさんラブレターありがとうございます。アプリ閉じます。ショールーム頑張ってね。ありがとうございます。いってらっしゃい。成人式多分バイト入っててシフト出る時毎回シフト通りに出てって言われるけど、あさったら休んでいくありがとうございます。待ってますよ。何人ぐらいだろうね。おはよう、おはしょこリッキーさん待ってるから。東京遠い。まあそうだよね。4人分の班でも去年も3人一昨年も4人で言われた。5人か。待ってた。リッキーさん3年前ぐらいから楽しみにしてたありがとうございます。和樹さんこんにちは。ソラタンさん、ビギナーはじめまして、ありがとうございます。アリスちゃん、あら、ありがとうございます。今起きました、おはようございます、おはようございます。40人ぐらい4人で4人で40人ですか。ってことは1人10人だね。ブラジルからの大ファン、ありがとうございます。ブラジルからも日本の真逆。レオナルドさん、来年は競争率すごい。でも来年も3人だよ言うて。日本からのファンです、ありがとうございます。日本の方がほとんどだと思うけど。ファンクラブの推しメン設定が役に立つか。そうだよ、役に立たないとさ、逆にさ普通にさ私のファンの方なんか箱推しで設定は他のメンバーとかだったりしてさの方もさいるかもしんないじゃんね。ホイテートグラフさん、みんなありがとうございます。アントニオさん、かわいい、ありがとうございます。成人式は二十歳で行う、見たいですね。見たい。は、最近ショールームの通知が仕事してくれない。間に合った、ありがとうございます、タミさん。よかったです。イリュージョンは次いつしますか。もう当分しないと思います。また修行に行きます。
推しメン設定反映するのはやめてほしい。マイカになってるってこと。狭すぎる。推しメン一人がしか設定できない。でもね、他のアイドルさん何人か一押し二押し三押しとかありますもんね。佐藤優さん、初見こんにちは、ありがとうございます。今日の夜を配信して、今日の夜はわかんない、できたらできたらですね、二人設定してほしい。でもさ、逆にさ、三人推しメンがいるって方はさ、三人にしてほしいとかなりそう。二人になったら今日はエコタイムあるのかな。次はいつって言ってました。サイン会応募は間に合った、ありがとうございます。あと15分ぐらいでサイン会の応募締め切りです。ヘルンさん、みかんありがとうございます。みかん、あると思ってる私は。12時になったらさ、お昼休憩の人出てくるかな、来てくれるかな。レオさん、キュンキュンありがとうございます。昨日ネイルしたから可愛いです。爪が可愛くなった。アントニオさん、可愛い、ありがとうございます。来ると思う、待ってます。雪本格的に降ってきた。全然全然見えないっていうか、今もうカーテン閉まってるから見えないんだけどそろそろお昼休み。そうだね、あと10分ぐらいでお昼休みですね。推しメンクロックマンさん、ピュン、アイス、ありがとうございます。いつも爪切れ、いつもは綺麗じゃない、綺麗っていうか塗ってないけど、塗った方が絶対可愛い、かわいい。今日松が松葉上下行ってきます。私はね、下やってないと思う、上だけ。なんか前髪がすごいさ、静電気なんだけど、全部おでこにひっつく。ヘブンさん、キュンキュンキュン、黄金さん、かわいい、ありがとうございます。目綺麗、本当にありがとうございます。美容液飲んなきゃね。眉毛アート行ってみたい。眉毛アートってなんだろう、眉毛サロンと何が違うんだろう。眉毛綺麗にしたいよね、それはわかる。マツパはね、いいと思う、行った方が。まあ場所にもよるけどね、多分。アイラインは今日はマイベストライナーってやつ使いました。の青いやつ使って、青なんて普段使わないからこういう時に使います。普段はビセンの黒使ってます。ヒデさん、キューピッドクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。こんばんは、こんにちはこんにちは、ありがとうございます。ちゃちゃちゃん、美しい花になり、ショーウィンドウ飾られるなら咲かないで。緑の生え似合ってるね、ありがとうございます。生写真のやつありがとうございます。マニキュアはこんな感じです、かわいいです、かわいいです。ヒデさん、久し
自分行きたいわ、ありがとうございます。どうかくん、メギアートは肌の肌に着色って感じ。なるほどね、もう色をつけちゃうってことね。メギは今そうでも綺麗じゃない、そうでも綺麗そんな綺麗じゃない。聞こえないふりして汚れているのを見てるだけ、パズルのピースは、あ、足の爪塗ってる時ありました。はまることもなく何で手遅れ、なんとなく昼ご飯食べました、ブランチ。眉毛綺麗じゃないですよ、全然。これもみんな綺麗だからね、眉毛。今黒髪ちょっと茶色いんですけど、なんかこのルームでは黒く見えますとか、ちょっと青っぽく見える。本当は赤なん、赤みがあるんですけど、本当だったら赤ちゃんみたいな色を入れてもらったんですけど、今はそうでもない、見えない、わかんないですね。すごいさ、アホたちアホたちです。眉毛一番だから、眉毛苦手な方はパッツンにしたら見えないですよ、前髪を。眉毛は一番顔の印象が変わるからね、表情というか変わるからね。寝癖ちょっとぼわってなってる。前髪もないんだ。眉毛めっちゃ大事じゃないですか。髪の毛も元気でなる、元気です。はい、元気です。ヘイブンさん流れ星ありがとうございます。アイメイク一番変わるからね、印象が。あと少しで授業終わる。何時までですか。12時までかな。よしこいのちさん、ペンライトありがとうございます。神奈川県大雪注意報、え、大雪注意報とかあるんですか。大雪注意報なんてあるんだ。じゃあ積もるじゃんね。あ、雪だるま作れる。雪だるま作ろう。めっちゃ雪降るよね。高速で手加えられなくて、眉毛いじっちゃう、こことかだったら良さそう。ダメなのかな。愛知もめっちゃ寒い。雪降るの羨ましい。まあ確かに。ちょっとなかなかないからね。雪降ってんの？見えないだけ？あー、降ってんのかな。わかんない、よいしょ、わかんないです。あ、雪かもみたいなのが2回ぐらい見えたかな。2回ぐらい降ったけど見えないです。まだそんなザーザーじゃないのかな。背景がさ、黒だったら見やすそう。アキラ寒さ、アキラは温度上げた方がいいからレオちゃんキュンキュンありがとうございます。関西は降ってない。関西ってさ、
雪降ってるイメージないわ。ほこりかもしれない。そう、ほこりがちょっと舞ってるかもしれない。金沢めちゃくちゃ天気、あ、めっちゃいい天気、いいですね。東京23区降ってる。そうなんだ。雪ってさ、まあ、雨もだけどさ、わかんない時あるよね。外出たら降ってるみたいな。この前は黒の上着を着てたらここに雪が乗って嬉しかったですストーリーに載せたけど。京都は曇り、寒い。配信気づかなかった。こんにちは。寒み皆さんの今の部屋の温度は何度で、あの温度は、エアコンの温度は何度ですか。私は今23度なんですけど、皆さんは何度にしてますか。寒いのかな。23度じゃ。25度。おいしょ。あ、でもそんなもんか。23、4、5ぐらい。たまみちゃん、みかん、え、26度、28度。え、じゃあ23は低いのかな。20度、29。気温自体はね、ここの気温はね 20.7 度です。今エアコンは23かな、ついてるけど。部屋の温度が 21.7 度です。そんなもんですか。普通ですかね。私低い人もいますね。20度とか、エアコン20度、低いね。みんなバラバラですね。暖房、あったかいのが好きって方も。今日の湿度はね、ローです。ロー。厚着してんの。私はこれ1枚です。イコノイパーカー、24ガールズパーカーです。24/7タラタタラタタラタタタ。大学は28度。広いってこと？広いから寒いのかな。横で暖かくすると寝ちゃう。わかる。暖かい時なんか電車とかも暖かくて嬉しいんだけど眠くなりますよね。ヘイブンさん、キュッキュッ。ありがとうございます。So what? What's up? Yeah, 急いで新境地プリオーケーク。 So what? What's up? Yeah, 大したファミリアリスポルテージ。Do you wanna get something? Yeah, オンプアウフィーリング。おちょみ Hands up, you freeze. 歪んでるね、 So did I. Hands up, drink me. Just move to love, 好きでしょ。メキドリダーリン、キュリンキリン。エブワーカリシンナナコーコーオーバーアリクティン、アリクティンモーデンジャーイレブン。チリ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 。18円さん、初見。ヘイブンさん、音符ありがとうございます。みんな雪降ってるんだね。新幹線着いた、お疲れ様でした。ヘイブンはルーマルーマルーマ。
ずれてない、危ねえ。クロックマンです。お休み、お疲れ様でした。おつしょこ、東京雪降ってきた。ずれてないですよ、ちゃんと。ゆうやってるね、そりゃあ。むきどりダーリン、キュリンキリン、むきどりダーリン。時間ぴったりになってます、ちゃんと。やったね、時計が起きました。横浜市の成人式は横ありです。去年はパシフィコもありました。パシフィコと横ありでしたね。今年は横あり。泣き通りダーリン、お腹空いちゃう。ポイズンガール全員で踊ってみた動画みたいな。それは踊ってみたというのパフォーマンスだね。ツイッターで検索すると横浜で雪って言ってる人たくさんいるね。見てみます。どこの地域でもいそうな気がする。ツイッター、お姫様にしてよが最近来てます。ほら白板の手しぶぶかけめぐろうよ。てか、なんかトレンドとか入ってないの？めっちゃ雪ってトレンド入り入ってる。大雪注意報トレンド2、めっちゃ雪がトレンド14位、雪の予報21位ですって。よくあり言ったらあのステージだったなって思うのかも。思うかな、思うかな。大雪注意報、関東南部の広範囲に大雪注意報だって。うっすら積もる見込みだって。うわ、凍結やばいね。路面凍結、すごいね。そりゃ寒いわ。めっちゃ雪を見てみたいと思います。トレンド14位、めっちゃ雪、めっちゃ雪降ってきたってことか。めっちゃ雪、すごい。めっちゃ雪、東京タワーのとこで雪の動画載せてる人もいる。積もるのかな。ちっちゃい雪だるまは作れるぐらいかな。ゆみひめさん、おセンス。銀次さん、お疲れ。ヘブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。よいしょ、ちょっと
ちゃん雪だるまだったら作れそうじゃない。4月18日の雪はやめてくれ。本当に成人式の雪は本当に嫌だ。だから10日もお願いだから雨も降らないでほしい。お願いします。お願いします。白く光る雪こすりビリに似合うと思ってた僕たちには大人すぎるわい。10日はね、今んとこ晴れだよ。今のとこね、あ、落ちた。なんで落ちた？落ちた。なんで落ちた？10日は今んとこ晴れ。お願いだから、次の日が雨だからちょっとでもずれたら雨になっちゃう。アプリ。とか曇り。なんならもうカンカン晴れ、カンカン照りのカンカン晴れでいい。すごい。雪降ってる。積もってる。見てください。ここに積もってる。ここに雪降ってる。最高4度、最低2度です。テルンさん、お疲れありがとうございます。すごくない？今のは携帯内に入ってるアプリです。すごいね、積もってんの。すごい細かい表現。それこっちは下雪らしい。まあ地域によってですね、いろいろと。あーちゃんが雪ってツイートしてる。本当だ。寒すぎてカーテン開けるね。カーテンは開いてる。カーテンは開いてます。儚くて繊細な雪、チェリッシュ同じように大切にする。君を壊さないように。寒さにときめく二人じゃないけど、出会った頃聞いた冬の歌、ずっと歌を白く光る。ヴィクトルさん、虹ありがとうございます。ラーラーラー、虹が庭のシャベルが一日濡れて、雨が上がってくしゃみを一つ、雲が流れて光が差して、見上げてみれば、ラーラーラー、虹が空にかかって、君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。トシーさん、オープンありがとうございます。洗濯物が一日濡れて、雨が上がってくしゃみを一つ、雲が流れて一緒一緒。明日
日は晴れ時々曇り、おいいですね。晴れが一番好きです。ラーラーラー、ショコからしかその曲聞いたことない。嘘、リサも歌うって言ってた気がする。虹ってそれしか思い浮かばない。リサは虹のギフト殴ってもた、え、歌うって言ってたと思う、この前。え、違うのかな。合唱曲、そう、合唱で歌いました。ランランラン、授業終わった、お疲れ様です。すごい、20.9 度になった、 0.2 度上がったね、言ってたよね。3時から授業、あ、でもだいぶ空きますね。何時まで配信しようかな。ちょうど1時間ぐらい経ったかな、今。かわいい歌、うん、好きです、この歌。14分からか。どうしようかな。まあ。まあまあ。空きコマって、そういうのがあるんだね。空きコマっていうのが。初期の配信終わったら外に出ます。特に何時とかじゃなくて、ショコの配信が終わったら。虹が虹が、やばい、一回歌ったら止まれなくなるね。まほろば歌えるようになりたいな。歌えないんだよ。ときめきぶつかり、星ができました。星座になれない孤独な星、それでもそれでも君に会うたびに輝き強まり、夜を照らす。見つめているだけで、それだけでいい、それなのに感情が君に潜む。むずっ、分かんなくなっちゃう。ヘイブンさん、オンプー、寿司おぼしさん、流れ星、テルンさん、欲しい、ありがとうございます。そうだ、この恋、まほろば、アスタリスク、手のひら、サイズの小さな恋、ずっと遠くに感じる君の笑顔。全然わかんない、全然わかんなかった。難しい。声と合ってる気がする。合ってますか。ごま団子は好きですか。ごま団子好きです。難しい。あんまり、まほろば、まほろば最近聞いてないかも。じゃあ、誰もいない、森の奥で一本の木が倒れ、どんな風に、おーおーおー、ここ好き。でも全然、もうね、全然思い出せない。インシデント聞いてる？
秘密入試伝統。歌詞ってやったら全部英語で出てきたんだけど、待って。雨上がり晴れた空、ほら虹が見える。君が振り返った瞬間、秘密入試伝統。ヘブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。ぶつぶつ雨は晴れて体育が始まる。今日は外で短距離、ちょっと憂鬱だ。そう、湿った土の匂いと制汗剤の香りが複雑に混じるの、イコールミー感じて。同じクラスの女友達、ふわふわぷ振り返った、その時にふが吹く。なんで今さらキュンと心臓が弾む。笑った顔でパッと空気が動く。なんで虹を見つけて僕に言ったんだろう。いつもたった光景、なんか急にスペシャルだね。きっと僕だけ思う秘密入試伝統。これはね、やったからサビはね歌える。サビはね歌ってたからね。なんで今さらキュンと心臓が弾む。笑った顔で。レオさん、音符ありがとうございます。雪が激しくなってきた。なぜかすごい、なぜかすごい稲妻に抜かれた日から、きっとストーリー見るの早すぎる。ひどくも早すぎだとダメらしいし、知らない恋のルールを過ぎて戸惑う。タタタタタ、どんな曲を聴いても主人公は君。両覚えは遅いです。テルさん、ペンライトありがとうございます。あの時虹がかかっていなかったらどうなる。なんで今さらキュンと心臓が弾む。笑った顔でパッと空気が動く。なんで虹を見つけて僕に言ったんだろう。いつもたった光景、なんか急にスペシャルだね。きっと僕だけじゃない、秘密入試伝統み。ヘッドホン、これやった曲はさ、ある程度歌えるよね。ヒラメロは歌ってないけど普段。寿司おぽしさん、音符ありがとうございます。歌の時間。キャンさん、キュンキュン、ありがとうございます。このエフェス、自分参加、自分参加。今日の坂道はなぜか長く遠く見える。立ちこぎする体力もなくなりため息、オレンジ色の光も今日は真っ暗だね。ここ川名子ちゃんとやった。光も今日は真っ暗だねって。星のない空はもう味方じゃないな。私のパートは
オレンジ色の光も今日は真っ暗だね。そこやった、そこパートでした。あとあーなんだかのところもやった。夜に思い出しちゃったし、なんだかハザードランプ点灯中、重くなっちゃったプライドとほら、荷物ちょっと置いて休んでて、今日の君だって頑張ってた、僕はずっと褒めるよ。溢れそうな涙を全部今夜で流し尽くしちゃって、ここも歌ってたわ。褒めるよ、溢れそうな涙を全部今夜は流し尽くしちゃって。ここはキラリちゃんのパートだったね。こっち見て笑って、君が今大切にするべきなのは自分だ、誰よりも思ってるから、誰よりも頑張る君のこと、キュッと抱きしめよう。で、はい、2階に移動、2階6番ですされて落ち込んで、そのまま流される。はい、行き着いたその先には何かがあるのか、心についたその傷、サプリじゃ治らない、痛み知り優しくなるプロセスと信じよう。もう忘れなくちゃって、今すぐコンビニスイーツ買っちゃって、ここ好き、買っちゃって。はやぶさん、キュンキュンありがとうございます。記憶の蓋は飛ばしてさ、ほら明日の、ここ歌ってた、明日の自分を大事にして、君が輝きを止めちゃダメ、ダメを摘む人を無視して、美しい花の周りには快適もたくさんいるって言うでしょう、だから古ぼけた呪縛なんて振りほどいて走ろう。雨が降る夜、雨が降る夜には休んで、晴れたらそこから進めばいい。ここ映るだった、映る。きっと大丈夫だよ、君の今までの孤独を星に変えたなら、綺麗さに世界中感動の涙を流すだろう、今日の君だって頑張ってた、僕はずっと褒めるよ、溢れそうな涙は全部今夜で流し尽くしちゃって、こっち見てこっち見て、笑って君が今大切にするべきなのは自分だ、誰よりも思ってるから、誰よりも頑張る君のこと、きっと抱きしめ、誰かが君を傷つけ好き、誰かに優しい君が好きだ。ここだったパート、君が大好きだ、だから自分のことを守って、自分のことを一番褒めて、頑張る君の、僕が頑張る君の姿見てるから、だらった歌詞抜ける、それで、ね、こっち見て笑って、トチーさん欲しい、ありがとうございます。私はね、自分を応援する曲が好きです。平綿さん、音符ありがとうございます。音符トレーニング中に聴いてる？頑張れ私って曲が好き。頑張ってる、僕が頑張る君の姿見てるから。たらた。平本さん、音符ありがとうございます。What's up, the money? PIC。PIC はでも前よりかはね、歌えるようになってると思うよ。つまだ間に合う。フォーエムシークないと消えちゃうから、 PIC。 テテテレテレテテテレ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 、湯気み PIC。 ここ歌ってた、
You get me PIC。 You get me PIC をキアラと歌ってた。ラーズさん、ペンライトありがとうございます。どうする、それで君は大切に今日を抱きしめる、今飛び出すチャンスってことその心は、はい、風も通さないマテリアル、人の目をリズムして過ごせばいいや、大人のせいもう言わないで、宇のそのに宇宙の思い全部、ここだ、全部自分で決めたんでしょう。歌終わりだった。コールクスしないから、愛に愛し、テテテテレテレテテテレテテテレテレ、You get me PIC。 ここまたキアラと歌ってた。タシーさん、かわいい、ありがとうございます。あ、次も歌わりだ。浮きしつく感閉じ込められ細胞とここで共存する、これイオリと歌ってたかな。かずか僕ら指さされ泣き叫ぶチョコが歌ってるの思い出す。 歌ってました私浮きしつく感閉じ込められ僕とここで共存する、タタタタタタタ、たまみちゃん、キューピットくまちゃん、 I love you、 ありがとうございます。ママ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 、誰と一緒に歌ってることが多い。これはキアラとユゲミーピーアイチーで、浮きしつく空間はイオリとだったかな。明らかにめっちゃ雪降ってきた。でもこの曲はそこだけだね。そこだけ歌ったです。最近人々歌ってること多い。夏祭りとか、ここで二人きりになれたなら、あとは部活の、戸惑う僕を見て笑う人々、あと人々どこだ。あー、キアタス、キアタスは先生ごめん、国バス、英語大陸も、人生じいちゃん、キューピッドくまちゃん、 I love you、 ありがとうございます。 I love you。 アリちゃん、うま、ありがとうございます。あとどこだ、ひとみと歌ってるとこね。そんなもんじゃない。どこだ、今起きた猫さん、おはようございます。ヘブンさん、ラブレター、ありがとうございます。してみたいけども、瞳と、まあ、キアタスはいっぱいあるね。もう30分だった早いね。45分とかに終わろうかな。じゃあ45分に終わるから、じゃあ43分になったらランキング読みます。よしぽん、よしぽんさん、初見こんばんは、ありがとうございます。
がとうショコラ、はい、答えもね、誰でしょこたきこさん、今日何時に起きたかな。8時半とか9時とか。八幡さん、かわいい、ありがとうございます。忘れた、何時に起きたか。お腹鳴っちゃった、聞こえたかな今。あ、まだ鳴ってた。キューって。八幡さん、かわいい、ありがとうございます。消化、召喚、イヤホンなどで聞こえました。珍しい音、花火でもあるんかなっていう音。今日は45分まで配信します。たまみちゃん、かわいい、平畑さん、みかん、ありがとうございます。夜はまあできたら1時間くらいかなって感じですね。昼はご飯を食べました。ハグマイサンバリー、うーまーぜ。ハマーさん、おセンスありがとうございます。今日でショコの配信訪問回数800回、ありがとうございます。いっぱい来てくださってる、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。800回、パチパチパチだね。ありがとうございます、たくさん来ていただいて。皆さん見れるときによかったら見てください。今見たら昨日で600回、ありがとうございます。ありがとうございます、本当にいっぱい来ていただいて。オーディションの時には考えられなかったよね、こんなにたくさんの方が来てくださるなんて。どうやって見るんですか。多分ね、これね、累計ランキングに入ってる方しか見れないよね。累計ランキングトップ30に入ってる方が見れます。何回訪問なのか。よいしょです。青村さん、青ペンライトありがとうございます。堀内ゆうきって呼んで。サイアーク、そこだけ残ってんのね。電波ないみたいなやつ。ありがとうございます。パソコンから、パソコンならみんな、あ、そうなんだ、パソコンからは誰でも見れるんだ。ありがとうございます皆さん。青ペンライトありがとうございます。青いペンライト振ってるだけで For you。 パソコンから見方知らない。見方知らない。見れるらしいです。私もわかりません。あ、イコタイムは大谷エミリー、斉藤キアラの2名が出演いたしますです。堀ちゃん、黄色ペンライト、テルンさん、かわいい、ありがとうございます。たまみちゃん、白、ありがとうございます。白だとコメントが真っ白になるんだね。珍しい2人なのかな、分かんない。リンヤがそもそも出るのが久しぶりなのかな。です。してたけど。してたけど。
だね、キャータンが忘れ物しませんように、それね。ミリ何年ぶり。知ってたよ。少なくとも私が出ないということは知っていたよ。今ね告知された、だってスケジュールに書いてあった。タキコさん出ないの、泣いた、なんで、次いつ出るかな、わかんない。大人のせい、まだわかんない、次回は。私もまだわかんない。キハラちゃん今日はどんなスウェットかな、どんなスウェットですかね。前回はなんか青に黄色でしたね。今回はどんなスウェットでしょうか、お楽しみに。もう言わないで、あれ公式グッズだから。ヘイブンさん、みかん、ありがとうございます。さすがにさ、あの時はレッスンからのだったから忘れてた可能性あるけど、さすがにさね、今日はないと思う。一回忘れてたらちょっとね、なんかやべえってなりそう。そうだそうだって、よいしょ。東京マラソン黄色信号ってま、黄色ペンライトありがとうございます。わかんない、でもマンボウ出たよね、出るんだよね。雪で来れなかったらしょこちゃんピンチヒット。そしたらしょこちゃんも雪で行けないかもしれない。キャンさん黄色ありがとうございます。だいだあんちゃんね、あんちゃんがダメだった、多分私なんだと。確か花ちゃんかだと思う、分かんないけど、だいたいいつもそうだよね。近いとかじゃなくてね、わかんないけど、だいたいなんか引き受けてくれる人みたいな感じ。そう、はなちゃんの代打が私。それはお化け屋敷の話ね。はなちゃんが「どうしよう」って、え、私ちょっと行ってみたいかもみたいな。で代打。ヘブンさんキュンキュンありがとうございます。キュンキュン、あと5分ぐらいでランキング読もうと思います。たまみちゃん黄色ありがとうございます。魔法陣守ってあげるね、っていうかっていうか油断ってなんだ。シエさん黄色ありがとうございます。教えてあげないよ、にょ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 、お邪魔します、私キアテンています、えへへ、ゆっくし名前呼んでください、キキ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 アテン、キキ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 アテン、なんだいろいろあって、なんとこの子世界を守っているんです、キキキキキキキアテン、キキ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 アテン。平田さんかわいい、ありがとうございます。っていうかキラキキ
き当てんってなんだ、教えてあげない。キー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 、ショコテンもし、シャ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 ショコテン、シャ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 ショコテン。あ、村さんお疲れ、ありがとうございます。ここはとても楽しい。みんなが集まるジャパリパーク、いろんな種類のフレンズたちが今日もなんだっけ、ルルルルルルル、ここはって来てたから。僕が日本狼、遠くまで届く声で歌うのが大好き、誰か聞いてくれよ。私はオーストラリアで見る金切り声と言われるけど、本当はいつもいつも褒めてほしい。僕が声を出すのは君に聞いてほしいから、私が声を出すのは君を探しているから、いつか会える日を楽しみにしてるよ。たかたか、パン。僕は日本語が、どんたかたかパッピョーンってやってた。もっともっと自分を変えられたら、もっともっと楽しくなるんだろうな。だけどそれはみんなみんな同じで、君になってなりたい子はいるんだ。私はその子たちにはみたいにはなれない、可愛くないし歌って踊れないし、やってみようよだったった。カープさん、おセンスありがとうございます。あ、お時間ありがとうございます。お時間です。ということでランキングを読んでいきたいと思います。ランキングタイム。13位カープさん、12位アリスちゃん、11位サシコイノシさん、10位ヘイブンさん、9位黄金さん、8位トッシンさん、7位青村さん、6位ヒデさん、5位ビクトルさん、4位 MK さん、3位ジーセジーちゃん、2位タナシさん、1位タマミちゃんです。ありがとうございます。2列目キャンさん、サンタさん、平綿さん、チビタンクさん、クロさん、ヒッキーさん、コトラちゃん、ユマママさん、ヒロシさん、ショールームさん、テルンさん、シンヤさん、トシボーさん、ヒロさん、ユキダンゴさん、タミさん、セータさん、ヤマニャンさん、コウヘイさん、ファインゴールさん、マチオカさん、フジエさんです。ありがとうございます。5765人の方来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフト、たくさんのコメント、ありがとうございます。お疲れ、お疲れさん、お疲れ。まえさん、おセンスありがとうございます。ということで、はい、終わりたいと思います。また夜できたらやります。できなかったら今日は終わりです。ありがとうございました。今日も一日頑張ってください。午後もファイティング、感謝、ありがとうございました。